はい、どうもラマックスです。今回ですけども、ガーミンジャパン様からこちらのフォーランナー265を提供していただきました。ありがとうございます。なので今まで使っていたこちらの220と、どれだけ進化したのか、また違うところなどを話していきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずこちらの220の方なんですけども、僕は確か7年ぐらい前から使っていまして、そこから今回の265ということで、7年分の進化ってなると、ほぼ性能的にというか進化している部分が多くなりすぎていて、僕自身まだまだついていってないという状況なんですが、その一個一個説明してるとめちゃくちゃ長くなりまして、すごい細かくなるので、僕自身がここ数日使わせていただいて感じた4つの変化ポイントを話していきたいと思います。はい、まず一つ目なんですが、見た目も含めてこちらのディスプレイが大きく変わりましたよというところで、まあ見ていただければわかると思うんですが、まずこちらの265に関しては有機 EL ディスプレイが使われていて、めちゃくちゃ綺麗になりました。これ前回のものなんですけども、動画に映すと余計わかると思いますが、こちらの方は明らかにはっきり見えますよと、こっち今電気、ライト、バックライトつけてる状況でこれぐらいの暗さですよという状況で、実際これ走って使ってみましたけども、かなり見やすかったですし、聞いたところによると、この有機 EL ディスプレイは日中日差しがあるところで見るとちょっと見にくいという話を聞いたんですけども、全然そんなことがなくて、実際に朝練で朝日が、ガンガン照り注いでいるところで、時計を見ても全然見やすかったですし、あと日中僕がだいたい1時ぐらいに会社に出社するので、最寄り駅に12時半に着いた時に時計を見ても全然見やすかったと、むしろ前のやつの方がバックライトつけてもあまり明かりが出ていない状況だったので、こちらの方が見にくいなと、まあそれに比べると明らかにこちらの綺麗になってますし、見やすいですよという風に変わっています。この代わりにはかなり驚きもありましたし、実際このパネルも実はタッチパネルで、こうやってずらしてタッチパネルで操作することができますよと。ただタッチパネル走ってる間、もしかしたら誤作動起きるかもしんない、気になるなっていう方はいると思うんですけど、その場合機能でタッチパネルオフオンオフっていうのができるので、そういう気になる方であればオフにすれば全然問題ないですよと。プラス見た目に関してなんですけども、前のこの220に関しては本当にこうランニングウォッチ、スポーツ系の時計だなっていう感じはしたんですけども、今回の265に関しては普通におしゃれとして使うこともできるなというふうに思っていて、今まで職場にこのこっちの220に関してはつけていくことは全くなかったんですけども、265に関しては職場につけていって、普通につけていても全然違和感なく、そのままつけられるという感じで、見た目的にもおしゃれというか、ビジネスのシーンでも使えるなというふうに思っています。ここがまず第1点目、見た目の違いと画面が有機 EL ディスプレイになりましたよというところが違いです。続いて第2点目なんですけども、 GPS の捕捉速度がかなり向上しましたよというところで、こちらの220に関してなんですけども、僕は基本帰宅ラン、夜帰宅ラン、まあ、仕事終わってからの帰宅ランとレースの時にしかこちらの220はつけていないです。でその時にどうしても GPS を捕捉するのに、まあ早ければすぐ、まあ10秒とかですぐピッて、GPS を捕捉してくれるんですけども、条件が整ってない時、例えば、周りにビルが、高いビルがあったりとか、木があったりとか、あとは天気が悪くて曇りが、曇っているという状況の時に、GPS を捕捉するのに大体5分、10分ぐらいかかっています。下手すれば、僕はその10分とか待ちきれず、GPS を捕捉しないでピッて押してタイムだけ測るっていう時もあるぐらい、こう捕捉するのに遅くて、結構ストレスが溜まっていて、普段その帰宅ランとか、するときに駅降りてさあ走るかって気合い入れているんですけども、そこから10分間があるとどうしても出鼻をくじかれた感じがあったりとか、あと真夏とか真冬ってのはその駅のところで待ってる間、GPS を捕捉する待ってる間すごい、苦痛というか、寒いとすごい震えてしまいますし、暑いともうそれだけで体力が消耗してるなという感じがあって、その10分間っていうのは結構長く感じていたんですけども、こちらの265に関しては平均アベレージだいたい10秒ぐらいで、
読み取ることができます。もう靴紐を結んでいる間にほぼほぼ読み終わってますよというのがほとんどで、まあたまにやっぱ周りに高いビルがあったりとか、天気が悪かったりすると、まあそれでも30秒ぐらいかかるかなというぐらいで、まあ全然短いと。その辺のストレスってのはめちゃくちゃなくなりました。で、なおかつ駅降りて、ホームのところ、まあ地下鉄とかは無理だと思うんですけども、地上のホームに降りて、こちらの例えば220の方を起動してガーミンGPS を、読み取るってやっていても上に屋根があるとまず読み取ることができないんですけども、こちらの265に関してはその屋根が多少あってもすぐ読み込んでくれるので、まあ、駅降りて、ランニングの準備をして、さあ、靴紐結ぼうかっていう時にはもう読み取ってますよと。なのですぐスタートできてストレスなく、練習の開始ができると。この辺はかなり良くなりました。で、今まで朝練習の時に僕はこの、ガーミンとか GPS 機能ついてる時計っての220はつけていなかったんですけども、その理由としてはさっきとほぼほぼ同じで、朝起きて、朝練習さあスタートしようっていう時に10分ぐらい待つっていうのはなんかすごいもったいなくて、その10分あればペースがだいたいキロ6分とかで走ったとしても約 1.5 キロ、走ることができるので、だったらその GPS 読む時間を考えれば普通の時計を使って、1.5 キロ多く走った方がいいよねっていう感じがあったんですけども、今回のこの265、使わせていただいてからは朝練走る機会が、まあ、家の周り走る機会があった場合は、こちらの265を使って今走っています。やっぱ先ほど言ったその10秒から30秒ぐらいで、もうほんと秒で、読んでくれるということで、そういうストレスがなく、その10分間のロスっていうのはなく、スタートできるっていうのはかなり大きいなと思ったので、今回、朝練習とかでも使わせてもらってます。その結果、1ヶ月の走行距離っていうのをより詳しく出すことができるなと、今まではそのGPS がない時計で走っていて、だいたいキロ6分ぐらいだから60分走れば10キロだろうっていう感じで計算をしていたんですけども、今月とか、これからはですね、この265を朝練でも使えば正確な距離が出るので、自分の中での目安っていうのはさらに、正確になるなというふうに思っています。なので今回2点目が GPS の補足機能の向上というところがかなり違っています。で、3点目なんですけども、この265の追加というか、まあ、220ではなかった機能なんですけども、睡眠の質を測れるという機能がありまして、この時計をつけながら寝ると、朝ディスプレイの方におはようございますという言葉が書いてあって、モーニングレポートですってことで、そのモーニングレポートをピッて押すと、睡眠の質が良い悪い、もしくは、あと、睡眠が深い浅いっていうのがデータとして出ます。これまあ僕結構そういうのちょっと面白いなと思って、自分の睡眠の質っていうのは今まで一度も測ったことがなかったんですけども、ただ、普段、先ほど言った帰宅ランをして帰るので、家着いて、まあ筋トレとかストレッチとかやって、布団の中に入ると、もうすぐ、まあ5分もないうちに寝落ちして、もうクタクタの状態で布団に入るので5分ぐらいでもうすぐ寝落ちして、朝練習の目覚ましが鳴る、その時まで、もう間起きることはまずないので、睡眠の質は絶対いいだろうな、というふうに僕は客観的に自分で思っていたんですけども、今回この時計を使って睡眠の質を測ったところ、やはりいいという、睡眠の質はいいですよという結果、かになりました。なので自分の感覚と、この時計の結果っていうのはしっかり合っているなというところで、なんていうんですかね、裏付けが、されたので良かったなと思ったんですけども、毎回いいっていう風に出ていたので、もしかしたらこの時計常にいいって出るんじゃないのかな、ちょっと疑ってみたので、一つ実験で、レッドブルを寝る1時間前に2本飲んで、もうなんか寝にくい状況をあえて作ってみました。で、その結果、まあその成分によってなのか、それとも飲んだという事実が精神的に影響したのかわからないんですけども、なんか寝てる最中に意識があるというか、寝ててもなんかこう、目が動いたりとか、自分の中で、ああ、今何時ぐらいかなっていう考えられる、いつもみたいに意識がなくなって、朝目覚ましが鳴ってパッと起きるとかではなくて、もう時計の音とかもちょっと気になったりとか、なんか眠りがあまりいい質じゃないなと思って、朝起きたところ、この265の判定としては睡眠の質は悪いですよという結果になりました。あ、これで感覚と、やっぱり合ってるんだなという証明にもなったっていうのと、その、いいという出た時は本当に良かったんだなということで、まあある意味そこで自信というか、なんて確信に変わったなという感じです。で、さらにこれは別に実験するつもりはなかったんですけども、たまたまこれをつけて寝てる最中に、ちょっと右下の方の親知らずの方が痛くなってしまいまして、
寝てる最中に、あ、痛いなと。で、起きて、また寝て、ちょっと痛くて、また起きての繰り返しをして、朝迎えたところ、そのモーニングレポートは、悪いし、睡眠の質は悪いというふうに結果が出ていて、で、唯一、そのレッドブルを飲んだ日と、その親知らずが痛くなった日だけが悪いと出て、それ以外、自分の中で、あ、熟睡したな、布団の中に入って、もうすぐ寝落ちしたなっていう日に関しては全部いいというふうに出ているので、この睡眠の質の、まあ、正確さっていうのはかなり正確だなと思いました。で、ランナーだけではなく、人間どうしても、睡眠ってのはすごい大事で、せっかく5時間とか8時間寝るんであれば、睡眠の質ってのはいいのに越したことはないので、自分の中でいいなと思っていても、実はこの時計で測ったら悪い。じゃあなんで悪いのかな、食べ物なのかなとか、枕なのかな、布団のマットなのかなっていろいろ試行錯誤をして、常にいいっていう睡眠の質を繰り返すことによって、その後のパフォーマンスっていうのは絶対変わってくるので、こういうふうに睡眠の質を測れる、機械っていうのは手頃に、自分の腕につけてるだけで測れるっていうのはかなりいいなと思ったので、まあこの前の220に比べるとそういう機能が追加されてますよというのはかなりいいなというふうに思いました。これが第3点目です。で、最後4点目なんですけども、心拍数も測ることができますよということで、今回ですね、ある日のデータなんですけども、この心拍数を測っていて、まあ、これちょっとこの辺出してもらおうと思いますが、この日、約19キロを帰宅ランしましたと。で、途中の4キロぐらいのところ、まあ、17分ぐらいのところで、心拍数が一瞬ストンと落ちてて、その落ちたところでずっとあとは、なだらかに同じぐらいの心拍数でゴールしましたよという結果が出ているんですけども、まあ僕の感覚で、まあ仕事終わってから、帰宅ランするんですけども、どうしても仕事で、まあ9時間とか、職場にいて足がむくんでいたりとか、ウォーミングアップもしないので体が温まってない状況でスタートすると、最初の1、2、3キロぐらいが結構息も切れていてきついなという感覚があって、で、ある程度のところ行くとペースや、動きが慣れてきて、だいぶリズムが整って楽になるっていうところがあるんですけども、今回その心拍数の部分が、その急に下がったところが、ちょうどやっぱり自分の楽になる部分ぐらいだったので、ああ、この辺ぐらいがやっぱり心拍数も含めて、自分の感覚と合ってるんだな、ということは、やっぱ4キロぐらいはウォーミングアップしないといけないんじゃないかなっていう説が、まあ、ちょっと出てきまして、今まで僕はあまりウォーミングアップせずに、スタートをしていたんですけども、もし本当のパフォーマンスを出すんであれば、やっぱこう、アップをしっかりして、まあ、肺の方の刺激、体の刺激っていうのをしっかり入れた上で、スタートした方が、パフォーマンスは高いなという感じになるので、まあ、この4キロぐらい、これ目安、一つの目安になると思うので、実際ご自身で測っていただいて、まあ、自分は3キロぐらいで心拍数落ち着きました。なのか、5キロぐらい走ってやっと落ち着きました。なのか、これは絶対個人差ってのがあるので、そのウォーミングアップの適正っていう、距離の適正っていうのを測る意味でも、この心拍数を測れるのはかなりいいなとっていうのと、あとレース中もやっぱ最初きつくてもある程度我慢すれば一瞬降って楽になる可能性があるというのを考えると、こういう風に心拍数の落ちた部分までとりあえず我慢してみようっていう一つの目安にもなるんで、やっぱこういう心拍数を測れるっていう機能っていうのは一つありがたいなという風に思いました。以上の4つが僕自身が使わせていただいて大きく感じた部分なんですけども、それ以外にいろんな機能っていうのはかなり追加されていますので、僕自身まだ使い出してもうほんと数日というところで、なかなか全部使いこなしてる感じはないんですけども、今言った部分だけでも今までの時計、まあこの220に関しては、ただ、タイムを測って、距離を測って、あ、これぐらい走った、こういうタイムで走ったっていう事実だけを、測っていたんですけども、今回の265に関しては、そのタイムを測るのはもちろんなんですけども、睡眠の質や心拍数を測ることによって自分の体調管理という部分もかなりできるなと。特に睡眠の質に関しては先ほども言いましたけど、自分がいいと思っていても実は悪い。逆に悪いと思ってもいいとか、睡眠8時間とったり全然疲れが取れないな、なんでだろう、一つの原因として探ることもできますし、そういうのに使っていただいた方がいいのかなというふうに思います。で、心拍数とかもさっきはアップ、ウォーミングアップの適正という部分で
示しましたけども、例えば自分でしっかり追い込んでるのか追い込んでないのか、もう少し追い込めたななのか、もうこれ以上追い込んだらやばかったなとか、いろいろそういう判断にもなるんで、そういうまあタイムだけじゃなくて体調管理という部分でもこの時計はかなり役立つなと思っているので、ぜひ、興味のある方は購入していただければなと思います。で、値段とかに関しては概要欄に、詳しく貼っておきますので、そちらの方をぜひ見てください。以上、ランマックスチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。